こいこら人間ども、どうも扇風機です。今日はお前らに言いたいことあるんだよ。なんだと思う？なんだと思う？一つしかねえだろ。冬になったらお役ごめんってか、こらお前ら。夏にあんだけこき使いやがったのに、冬になったら今度は邪魔者かのように物置にさらされる。俺たちの気持ちを考えたことあるか？おいこら、ちょっと噛んだぞこら。おい、とにかく俺が言いたいのは、冬にもちゃんと僕たちのことを考えてねって話。俺たちもお前ら人間たちと過ごしたあの夏の日々を忘れないから、また来年の夏が来るのを待ってる。ずっと待ってる。だからお前たちも忘れないでほしい。